にしないといて。みんな私に注目。どうしたの？まさか。いや、ただ今日SKE48 メールを送ったつもりでしたが送れていなくて、うわーっと思って、何かできないかなと思ってショールームしました。ごめんなさい、本当に送信ボタン押せてなかった。下書き保存されたままでした。だからあ、申し訳ないと思って、ちょっとショールームできないかなと思って、まだ時間できる時間だったからやろうと思って、ショールームし始めました。申し訳ないです。下書きしたものを明日の送ります。待っててね。全然発表とかじゃないんです。私が送信を押し忘れていたという。なのでちょっと今日はちょこっとでもショールームで配信して、皆さんに元気だよってお伝えできたらいいなと思って、やらせていただきました。ということで、まずコメント欄にもあると思うんですけど、菊花賞ですよ。今日菊花賞あったじゃないですか。先ほど私も見てきて、めっちゃタイトルホルダー強かったね。もう予想はもう毎回とほほで、最近ちょっと不調なんですけれども、まあ、悔しい気持ちでいっぱいなんですけれど、毎回毎回名シーンというかドラマを感じることができて、とっても幸せな気持ちに浸っております。はい、本当に強かった。タイトルホルダー最初から3000m、それも今回阪神に変わったじゃないですか。だからコースもすごい坂があったりと、スタミナってすごい大切になってくると思うんですけれど、もう見事逃げ切りという作戦をちゃんとね、実行して、最後まで走り切って逃げ切ったっていうのは、本当に素晴らしい内容の競馬だったなと。めちゃくちゃ強かったです。本当にすごかった。はい、素晴らしかったです。まさか残るのか、うわー逃げ切ったと思って、もうすごかったですね。激アツですね。 3000m を逃げ切るっていうのはやっぱりすごいスタミナの持ち主だなと思うので、まさかね、逃げがね、得意としてる、まあ、先行が得意としてるコースとは言われているんですけど、逃げ切れるのかっていうのはどうなんだろうと思ってたら、まさかの逃げ切れたっていう、すごいね本当に。もうとても良かったです。そう、本命のレッドジェネシスはねちょっと来なかったんですけれども、やっぱり前走とかの疲れがまだ残ってたのかな、どうなんだろう、ちょっと残ってたし、ちょっと後方の方からだったからね。けどまた今後も頑張ってもらいたいなって思います。私の予想も頑張って、はい、これからも予想していきたいと思うので、ぜひ皆さん温かく見守っていただけると嬉しいです。とにかく競馬はロマン、とても素敵な日でした今日も。はい、けどこうやって皆さんとまたこうやって予想がどうだとか、結果がどうだったとか、どういうレースだったかっていう話せるっていうことも本当に幸せな時間だなって思うので、改めてこうやって話して楽しいなって思うと、あ、競馬に出会えてよかったなって毎回思います。お話ができるっていうのはすごく嬉しいので、皆さんと共通の趣味ができたみたいな感じで、そうなんです。ということで、けど知らない方とも いると思うので、ちょっと競馬のお話は今日はここで終わりたいと思います。はい、また来週も頑張りたいと思います。ファイト。
競馬からの帰りの反省会が楽しい。なんかすごいいろいろ楽しみ、あ、まだ競馬の話しちゃったんですけど、すいません。楽しくて、あの競馬を予想してる期間も楽しいの。レースが始まる直前までどういう展開になるのかなっていう想像するっていうのも楽しみだし、この馬だったらこうなるのかなとか、そういう感じで考えるその時間、そのレースまでの時間も楽しいし、まあ、レースもやっぱりもうドラマチックだったり、本当にいろんなあのドラマが生まれるから、そこも見ていて楽しいし、終わった後も、まあ、的中したらもうよりもう最高な気持ちで幸せな気持ちで送るんですけれども、あの的中できなくても、うわーあの馬すごかったなとか、この馬はこうだったなとか、あと自分の予想がどうだったなっていう反省会をするっていうのも楽しい。もうとにかく毎日が楽しいなっていうものですねということで、本当にこれからも楽しみながらも自分らしく予想していきたいなと思いますありがとうございます。ということで、違う話もしようかな。今日はまだまだ時間ありますしね、12時まで。今日は時間最後までやりますね。あと20分ぐらいあります。紫が似合ってますね。ありがとうございます。紫多いよね。昨日そうカノンのお家にお泊まりしに行きました。昨日は仕事終わってお泊まりに行かせていただいて、TikTok 撮ったりとかして、おいしいっぱいあの振りを覚えました。ストーリー載せてた TikTok 可愛すぎました。だって嬉しい、ありがとうございます。お、インスタ見たよって方が多いですね。そうなんです。ナッキーの生誕祭も良かったね。だってありがとうございます。そうなんですよ、めちゃくちゃ楽しかったです。もう本当に楽しかったし、もう何せよ自分の生誕祭も本当に幸せで、とにかく生誕祭続きだったんですけれど、ここのところ公演がもうなんかもう本当に楽しい、幸せでした。めちゃ自分の生誕祭ももうとにかくもうようやくの生誕祭開いていただけて、めちゃくちゃもうテンション上がって、もうおかしくなってたって言われたしテンションがすごかったってめちゃくちゃ言われました。そうで、ナッキーの生誕祭もそりゃもう大好きなナッキーのためだからも、もう絶対盛り上げようっていう気持ちで挑みましたが、もうとにかく楽しくて、ファンの皆さんもやっぱり優しくて、いろいろありましたね、本当に。ナッキーの指差し素晴らしかった。だってそう、とにかく楽しい日々が続きましたね。あと何か、あ、そうだ、 SKE 電気のショールーム配信もこの前というか昨日ねありまして、あのゆずきチームゆずきの回だったんですけれど、私熊崎はゆずきの親友ということで、今回は MC として司会進行を務めさせていただいたんですけれどもめっちゃ楽しかった。もう本当にただただ面白かった、ゆずきチームゆずきけど、なんか多分見てない方とかもいると思うのでちょっと説明すると、まあ私が MC としてやらせていただいて、ゆずきちゃんがいて、でゆずきちゃんのことを愛してやまない3人お三人方がお三方がいて、そうで、なんか誰が一番ゆずきのことを愛してるかみたいな、ゆずきを
押してるかみたいな、そういう競う、あの争ってもらうバトルを繰り広げてもらったんですけれども、まあ、最初はゆずきクイズをして、で2回戦目が何だったっけね、2回戦目がエピソードで、3回戦目がダンス、まあ、ダンスだったのか分かんないけど、あれがなんかね、もう本当に面白かった、いろいろ。けどちなみに第1回戦のクイズがあったんですけれど、クイズはなんと私が1番でした。正解数、正解数1番でした。はい、意外と親友くまちゃん分かってました1問だけ間違えてしまったんですけれども、1問以外は全部合ってたんですよね。ね、さすが親友、イエーけどめっちゃ楽しかったです。本当にもうとにかくゆずき、ゆずきさんみたいな感じの黄色い歓声も声援もめちゃくちゃ楽しくて、見ていて面白かったです。 MC なのにね、参加させてもらったっていう、なんか参加するってことになって紙が置いてあったので参加したんですけど、なんか1位取っちゃいました、 MC なのにそこでね、そう、そういうことがあったりと、結構楽しい日々でしたね。それを平均で出してれば、だって、お、北海道から配信を見ています。ツアーで北海道来てて、レコード行き、タワーレコード行きましたよねって、行きましたよ。MC が勝つのも新しいスタイルだって11月2日はロッケで何するの？ね、何するんでしょうか。なんだろう。ぜひ皆さん見ていてください。非公式にも今回火曜日に、あさってだね、あさって出演させていただきます。 STU の方たちと、 STU の4人のメンバーさんたちと一緒にコラボ配信をさせていただけるということで、とても楽しみにしております。はい、面白くなりそうですよね。福ちゃんがいる時点で面白くなりそう。もうまたゆずき会、チームゆずきがまた始まるのかな。チームゆずき始まっちゃう、またそこでも。で、またラブリーも呼ばないといけないよね熊ちゃんはいないの？おかしいな。おかしいな、いないのかな。みんながチームくまちゃんで言ってくれるなら私はそれでいいですみんなチームくまちゃんだよね。そうだよね、そうだよ、ありがとう。前髪が変なところで分かれてる。
今日すごい大人っぽいってめっちゃ言われる。嬉しいコメント欄で、ありがとう。もしかして疲れてます？疲れてるというか目が今コンタクトが乾いていて カラコンじゃないよ、透明コンタクト。透明のコンタクトです。焼き芋みたいな色だね、だって今日はこちらドクロです。ドクロ、ドクロの T シャツ。ヤンキーやんって言われた。ヤンキーなのか。アマゾンで買ったの。ボーカルやってそうだってじゃあこれはなんだろう。これね、私が買ったんじゃないんですよ。お父さんが持ってたのか買ったのかで、サイズが意外とちっちゃくてみたいな。サイズがちっちゃかったんだよね。だからあげるよって言われてもらったんですよ、お父さん。お父さんの趣味ね、このドクロどうなんだろうね。ドクロそんなに着ないんだけど、お父さんどっちかっていうと。なんでこれ買ってたんだろう、ようわからんよね。お父さんなんかいっぱい服持ってるから、服が好きなんですよ、とにかく。そうそう、服が好きだから。たまに私お下がりもらいます、お父さんの。一回お父さんのお下がりの服着て雑誌に出た気がする。なんかたまたま本当にもらった次の日に着たくて、着てったらまさかの私服での撮影があって、えっ！ってなって、まあどうしよう、ポイントお父さんからもらいましたって書いた雑誌があった気がするぞ私。うん、あったあった。めっちゃなんかセーターなんだけど、セーター欲しくて、可愛いって言って、ちょうだいって言って、結構。そうなんですよ、そんなに最近お父さん服買ってないから。最近はないけど、昔はほんとファッション雑誌毎回買って読んでましたね。見た気がする、見た気がする。さすがだよ。小柄じゃないよ、私より背は高いです、全然。でもこの T シャツはただサイズを間違えて買っちゃったってだから、あ、じゃあ部屋着として使うって言ってもらっちゃった。紫好きだし私。なんかメンズファッションっぽくもないよね、あんまり。
ね、サイリウムカラーでもあるもんね。考えてみたらサイリウムカラー、紫は前から好きな色なんですよ私。コメントめっちゃ見てますね。コメントめっちゃ見てますよ。お父さんと似てるのかな。あ、そうだ、お父さんと似てるのか。なんかお父さんの話になっちゃうけど、たまたまお父さんに迎えに来てもらった時にサキポンと会ったんだよね。でサキポンに会ってなんか「あ、どうも」みたいな挨拶してみたいな。でそれで次の日かな、その後日サキポンに会った時に「クマのお父さんがクマの顔すぎてビビった」って言われた。だから似てるのかな。最近の話、最近の話ちょっと、そう、なんかすごいそっくりすぎてビビったってめちゃくちゃ言われました。クマすぎたって言われて、クマのお父さんクマすぎたよって言ってサキポンにめっちゃ言われました。だからちょっとお父さんにかもしれない。小さい写真、今はお父さんにって思わないんだけど、私的には小さい時はめっちゃお父さんの顔そっくりだなって思ってた。クマすぎるとは、クマすぎるらしい。クマすぎるっていうのは私すぎるっていう感じらしい。今何時だ？意外となんかもう時間な気がして怖いな。あと4分だ、やば。そんなあと4分なの？話足りない、みんな。話足りないよ。こんばんは、今来てくれたのね、ありがとう。あと4分、お、あと4分の時にアップルウォッチがスタンドゴールしました。今日は12時間ぐらいずっと立ってたらしい。ね、時間早いね。その「あの大好きです」だって。あ、かわいい、私も大好きです。あ、ツイッターもフォローしました、だって。北海道の SKE ファンです、だって。ありがとうございます。これからも応援お願いします。そう、今からお風呂入ります。私はクリスマスプレゼント何がいいですか、だって。わあ、サンタさん。けどクリスマスなんだね、もうすぐ。もうそんな時期なんだ、恐ろしい。はじめまして、大好きです、だって。お、ありがとうございます。はじめまして、もっと大好きになってください。2683人の方が見てくれた、この短い時間に。くまちゃんコスプレするの？そうだよ、ハロウィンの日はトーク会なんだけど、コスプレっていうかロッキーの、海賊衣装を着てトーク会に出ます。眠いだって、ゆっくり寝てね。お風呂は長風呂なの？お湯が溜まってる日はもうめちゃくちゃ長風呂そう、音楽流しながら入るからめちゃもうリラックスして。明日から皆さん月曜日ですが楽しんでいきましょう。皆さんもう59分ということでおやすみなさい。秒数が今15秒を回りました。
配信急遽ですが見てくれてありがとう、本当に嬉しかったです。みんなゆっくり休んで明日から頑張りましょう。ホイト、おやすみなさい。切れるまで配信流しときます。イエイイエイイエイ、配信ありがとう。おやすみ、おやすみなさい。指八。